俺たちにとってのシェルターが発端になっちゃったから、だからみんな逃げ場ない、そこを拠り所にしていたロックバンドが好きな人も不必要なものにカテゴライズされた感がもどかしかったですね。それがダメになって気づいたんですよね。あ、なんか素晴らしいことだったんだなっていう。人間ってやっぱりその集団でいたい生き物だと思うんですよ。ライブってそういう場所じゃん。生きてる上で考えると楽しかったりこうなんじゃないって言えるのがミュージシャンとかアーティストの人で、本当にバンドマンとして奈落の底から始めてるから、ただただ真っ暗闇ではないかね。もう今ね薄明かりは見えているから遠くの方に。